皆さんこんにちは。今回はオリエンタルの U-Tip アランのご紹介です。さて、今日は青山本店の1階からお届けしています。ご紹介する靴はこちら、ドメスティックブランドオリエンタルの U-Tip アランです。オリエンタルといえば英国調のベーシックなシルエットと日本人の足型を考慮した非常にフィット感の高い木型作りが特徴です。それでは今回トレーディングポストで展開しているクロケット&ジョーンズの非常にベーシックな U-Tip ダラムとちょっと比較してみましょう。アランは単体で見てみると非常にベーシックな雰囲気を感じさせるのですが、こうやって見比べてみると結構違いますね。今こちら同じサイズで見比べているんですが、結構まず長さが違います。アランはかなり短いですね。実はハーフサイズ上とも比べてみたんですが、それでもアランが気持ち短いぐらいなので、こちらのアランこの808というラストを使用しているんですが、相当ショートノーズの木型です。あとラスト自体が非常に短いというのもあるんですが、このパターンですね。アランとダラムを比べた時、このモカの長さ実はそんなに変わんないです。ただこのつま先の部分、これがアランの場合非常に短いんですね。ということで、このオリエンタルの808というラストとこのパターンの作り方ですね、この相乗効果で非常に綺麗なラウンド2かつショートノーズでコンパクトなシルエットを作り出してるんですね。ですので僕、オリエンタルに関しては冒頭でちょっと英国調のシルエットなんていうことは申し上げたんですが、ことアランに関して言うと少し上品なフレンチトラットの香りを感じさせるような靴に仕上がってます。この808というラスト、非常に綺麗なラウンド2ですので、一見ちょっと丸みがあってボリューム感のあるようなイメージですので、そんなにフィット感があるように見えないんですが、履いてみるとこのギャップに驚かれると思います。ですのでこの靴、実際にはこの甲回りからかかとにかけて相当ちっちゃめに作っているんですが、このアッパーのこのパターンのデザインの取り方で、あまり華奢に見せすぎないような工夫をしているということなんですね。続いてソールを見てみましょう。こんな感じのラバーソールがついてます。パッと見リッチウェイかなと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、こちらですね、ブランドロゴも入っているオリエンタルのオリジナルラバーソールです。で、あとこちらの底材、横から見てみると分かるんですが、リッチウェイなんかと比べるとここがですね、このパターンの部分が非常に低いというか薄めの作りになってるんですね。ですのでこちらの面から見た時の印象と比べると、横から見た時は意外とすっきりめの仕上がりになってます。ですのでなんとなくこっちから見るとリッチウェイ、横から見るとダイナイトみたいな印象だと思います。それではカラー展開です。まず僕がさっきから手に持っているこちらですね、ワックスドグレインカーフのウォールナット、もう一つがこちらブラックのボックスカーフです。で、このモデル名アラン、またどっかの外国の地名かなと思ったんですが、実を言うとですね、オリエンタルがある奈良、これを逆さまに読んだというちょっとシャレの効いたネーミングなんですね。実はちょっとしたメイドインジャパンのアイデンティティをこんなところにも隠していたんですね。シンプルに今回はロックスフォードのシャツに色落ちしたデニムに合わせてみました。アランの持つ U-Tip のオセンティックなデザインと全般的なやっぱり定番ものでちょっと合わせてみる、どちらかというと個人的にはちょっと90年代の洋服もちょっと意識しているんですけれど、そんなテイストで合わせてみました。ファッションのカジュアル化が進む中で、オンオフ兼用で非常に守備範囲の広いデザインとして親しまれている U-Tip が最近さらに注目されています。そんな中でトレーディングポスト全店で展開することになったこのアラン、ぜひ皆さんチェックしてみてください。こちらの動画では商品やイベントなど様々な情報を発信していきます。チャンネル登録していただけると大変嬉しいです。ぜひご登録お願いいたします。あと概要欄には公式通販サイトや ZOZOTOWN の URL を貼っておきます。よろしければぜひそちらもチェックしてみてください。それではまた次回お会いしましょう。